さんとは筆記備塾の前田勝です。今日はクリスタのお話、中山さんお願いします。はい、皆さん見えておりますでしょうか。見てるよ。ほいほい。はい、今日はクリスタで 3D の話を聞かせてくれるっていう話なんですが、はい、今回ですね、素晴らしい 3D 素材を作ってる方を見つけたのでご紹介したいと思います。うわ、はい、その素晴らしい 3D 素材を作る人、はい、まず今回ご紹介したいのはこちらの、はいはい、指キタックス様という方なんですね。指キタックス様、多分まあ比較的はクリップスタジオを使ってらっしゃる方であれば、もしかして比較的有名な 3D の素材を多く作られている方になります。はー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 。でじゃあどういったものを作られているのかというと、はいはい、ちょっとこちらの方で今一覧を表示します。細かいですね。ああ、いいですね。一応このようなものとか、はい、で一覧で表示すると一応このようなものを上げてらっしゃいます。いろんなのありますね。そうですね、細かいですね。例えばですね、現在、はい、今のこちらね、撮影時の時で最新のものがこちら。うわありますね。うわって感じですね。すごい細かいですね。うわって感じですね。これ面白い。そうこういったものを、ね、多く作られている方なのでですね、必要だと正直、まあ、私もいろんな 3D 素材を見ておりまして、まあ、素晴らしい素材いっぱいあるんですが、だやはりここまで細かく作り込んでいる方っていうのはなかなかいらっしゃらないので、は好きな感じが出てますよね。でそうなんか好きだって感じがよく出てるんですね。なので、ね、ぜひよろしければ使っていただければと思いますが、ただ一個だけですね、まあ、これは難点というわけではないんですが、比較的もちろん有料の素材が多くなっておりますので、こんだけ細かければそれお金払うでしょう。そうですね。なのでね、まあ、そこに関してはね、初期ねアシスタントを雇うとかっていうことに考えればはるかに安いですので、ぜひね、まあ、使っていただければと思います。で今回この 3D の素材に関してですね、ちょっと基本のところからご紹介していこうと思いますの で、はい、で後半の方ではですね、実際のクリップスタジオの 3D の操作の基本とちょっとしたワンポイントテクニックの方もお伝えをいたします。はい、でまずはですね、じゃあ例えばじゃあこの指キタックス様の素材を欲しいとなった場合はなんですけども、まずじゃあこの中でじゃあこれが欲しいですよっていうのを、まあ、見つけてきます。で例えばじゃあ今回ですと、よいしょ、まあ、じゃあどこか行く一つこれしましょうか、うん、これが欲しいですよってしておいて、でただですね、見ると値段が書いてあるんですね。やはり有料のものになりますので、例えばこちらの方ですと500ゴールド書いてあります。500円。そうですね。でこれがですね、単位がなんですけども、はい、例えばこれこちらの天井の方は 150G1500CP って書いてあって、これ、普通に、150円です、ね、なので、まあ、クレジットカードか、まあ、コンビニエンスストアでチャージして使うという形になります。なるほど。はい、であともう一個の方のこの CP なんですけども、一応これクリッピーの略称。あ、なるほど。これはクリップスタジオで使える、まあ、通貨みたいなものなんですね。あ、そうです、そうです。まさになんかポイントみたいなものになっているんです。うんうん、だこの素材に関してはどちらかで使うことができますよ、なっています。ね、まあ、自分が今持っている方ですね、まあ、使っていただく、まあ、ポイントに関しては素材を作らないとたまらないんですけども。なるほどね。まあ、現金の方であればね、まあ、自分でチャージして使えますので、うんうんうん、じゃあ例えばじゃあこれでダウンロードしましたということを想定して、よいしょ、じゃあクリップスタジオペイントの画面に移ります、うん、でこのような形でダウンロードしたものが今表示されています、うん、でダウンロードしたものに関しては基本的には素材パレットも、この素材パレットもカテゴリーもこのダウンロードっていう中に全部保存されています。うーん、でこの中から使いたい素材をドラッグ&ドロップしたものが今こちらになっています。なるほど。 いいですね。細かい感じだ、段違いだ。そうですね。であとは操作なんですけども、うん、もちろんいろんな操作方法がありますが、一番簡単なのは 3D の素材の左上のマーク、ここの左側3つのカメラの操作を行うことによって、例えばこのカメラの回転でドラッグして回転したり、上から見下ろしてる感じのポーズ。そうですね。
うん、あとドラッグして拡大、まあ、ズームインですね、はい、うん、っていうことができますので、これでね、自分がこんな風に置きたいなって位置に配置する、うんうんうん、でこれがまあ基本ではあるんですが、うん、でここからポイントになります、はい、何かというとですね、やっぱ 3D なので、まあ、かなり細かい素材によってちょっと重かったりもするんですね。まあ 3D は重いっていうのは結構ね、あのなんとなくグリスタで使ってる方々はそういうものだと、そうです、割り切ってる感じだと思います、ね、なのでこれもですね、ちょっと動かしてる時なんですけど、うん、こうドラッグすると思いますね、ちょっとカクカクしてるような感じがするんですね。なので軽く操作する方法、お、これ軽くできる、できます、2つポイントがあります。1つはこのツールプロパティパレットのところでですね、はい、うん、ここ一番下側に編集表示設定っていうところがあって、今通常ってなってるんですけども、はいはいはい、これあの通常モードと高速モードがあって、ああ高速モードに切り替えると若干軽くなります。へー、例えばこれ 今通常の状態、うんうんうん、こんな感じで書くか、うん、でこれを通常から高速モードに切り替えると、うん、あ、お、結構違います。なるほど。今これっていうのは簡易的な表示にしちゃうから軽くなるとか、そんな感じなんですか。そうそうです。まず、あの簡易表示になっているので、一部のなんか色の変更とかが一部全部はしょられちゃうんですけども、なるほど、その代わり軽くなるんです。まあまあまあ、なんかこう体感的にこうグリ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 動かしたいっていう時にはこの高速モード良さそうですよね。そうですね。なので、さらに、はい、ここですね、この輪郭線幅っていう設定があって 3D に対して輪郭線を出すっていう設定があるんですけども、うん、はい、この設定ですね、これ正直言うと切った方が軽くなる場合が多いです。輪郭線幅っていうのを切るっていうのが、輪郭線幅っていうのはちょっとこの図だと分かりづらいんですが、うん、これが今オフの状態、はい、でオンの状態だと少し線が出る。本当本当だ、出てきたね。でこれがですね、ちょっと私も詳しい仕組みがわからないんですが、どうもあの輪郭専用の 3D をもう一個出してる、そうなんですか、っていうような設定らしくですね、細かく見るとわかるかもしれないというぐらいの設定なんですね。そうです。なので、うん、これもしオンに、基本的には初期設定オンなんですけども、うん、正直切っといた方が若干軽いかなって感じがするんですよ。切ってもでも輪郭線っぽいものが見えてるような気はするけど、そうですね、一応なんです、別にあの何か形状が見えないというわけでは正直ないので、うん、ちょっと切っちゃっても個人的にはそんなに問題ないかなと思います。なるほど。最初の段階では、まあ、高速にして、はい、で輪郭線幅をなくしてぐりぐり動かして、んこれくらいかなって思ったら、あとはちょっとこう詳細をこう、まあ、いじるためにも通常にして、はい、で輪郭線幅を出して、はい、まあ、ちょっとこう微調整するみたいなのがありだと。ありです、ありです。あ、でまあ、動かすときは高速モードにして輪郭線幅は切っておいた方がいいかもしれないですね。なるほどね。はい、はい、はい、はい。で、こんな形のちょっとした小ネタも含めてご紹介をさせていただきます。はい、パッと見てそんなに変わらないものではあるので、はい、まずはちょっとね、この何時でこう場面によっていろいろと優先するものを、はい、こう考えて選べるっていうのが大事ですね。そうです。はい。最後に、俺元の子、最後にですね、はい、いきます。実はもう一つ今回ご用意しておりまして、はい、例えばユビキタックス様の素材とかでもそうなんですよ、うん、あの結構あの部屋のデータとかがあるんですね、はいはい、やっぱね、はい、室内を書くってなかなかね大変だと思います。まあ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 、まあね、あのまあ前田さんだったらもうね、もうホイホイって感じだかもしれない。いやいや大変だよ大変です大変ホイホイじゃないですか。ああ、もうホイホイ大変ですよホイホイ、はい、なので一応これ、あのこれ部屋のデータこんな形でまた買ったんですけども、うん、おーおーおー、こんな形で。なるほどね、はい、いいですね、箱庭感があって。そうです。でただこれあの部屋なんですけども、あの天井とか壁があるので、中映したいってなったら中見えないじゃんってなるんですね。まあそういうことですよね。まあズームインすればいいんですけども、中に入っていければいけるんですけど、うん、構図によってはちょっとまた回転しようとするとまた壁がみたいな。まあまあ基本的にはね、そのドラマのセットみたいに壁を外したり天井外したりするのが、まあ、理想ですよね。そうです。なので、そのようです、まさにそのドラマのような形で、天井とか、うん、あの壁を外せればいい、うん。外せるんじゃないの？できます。外せるんでね。外せます。じゃあどうするのかというと、まあ、もちろんいろんなやり方がありますが、はいはいはい、例えばですね、3D の素材の、ここ、
これマークがあって、はい、でいくつかのマークがあるんですけども、うん、この左から3番目になんかスパナマークがあるんですね。あ、これ壁を外すとかいうそういう機能がポンとあるわけじゃないのね。あ、そうです。一応ね、ある素材もあります。あははは。なんですが、ただない素材もあってですね、まあ、そういった場合このスパナマークから。そうです、はい、でスパナマークをクリックするとなんかより細かい設定が表示されます、うん、こんな形で。でこの中に、うん、今このルームっていうものが選択されてるんですけども、はい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 、でこの矢印マークのところをクリックするともうちょっと細かく、うん、まあ、レイヤーではないんですが、うん、レイヤー分けされてるんですね、うん、この形でキャプトとか、まあ、いろいろ書いてありますが、そうそう、 これっていうのは基本デフォルトは英語で書かれてるものなんですか。これは素材を作った方が設定しているですね。なるほど。ユビキタックスさんが全部これを英語として設定をしているってことなんですね。そうです。なるほど。じゃあ素材によってはここがなんかこう椅子とか天井というふうに書いてある場合もある。あ、はい、あ、 あります、あります。なるほど、はい、ではこの 3D のパーツごとに分けられているので、例えばこの中から天井を消したいってなった場合は、うんうんうん、この中から天井の素材を探すんですね。なるほど。まあ、天井って書いてないとちょっと分かりづらいところありそうですね。そうです。なのでこの中から天井って書いてあればいいんですけど、書いてない場合とか、ね、はいはいはい、でどうするかってなるんですけども、うん、簡単な方法があります。ほう。まずはこのまんま 3D の素材の例えば外して天井とかをワンクリックします。あ、一応表示がされる、はい、うん、でできればですね赤くなるまでクリックします。赤くなるまでクリックするなんかゲームみたいですね、まあ、そうですね。で多分もう1回くらいクリックするといけるはずなんですけども、明るくなる、赤くなった赤くなった、なるほど。そうすると今見てください、ウォール D004。なるほど。今赤くなったらそのレイヤーの方で表示がされるわけなんですね。そうです。選択されてるよってことなんで、うん、あ、これだってなって目玉マークをクリックすると天井を非表示にすることができる。なるほどね。赤くしてからやっつける感じなんですよ、これね。そうです。で、あ、これがいらないってなったら赤くなったんだよ、もう。でこれ目玉マーク、赤くなって、あ、これもいらないな、目玉マークで中身をバッチリこんな形で撮影することができます。いやー、はい、いいですね。なるほど。まあね、デフォルトが青い状態だとどうしようかな、その先がわからないと、はい、随分ここでつまずいてしまいそうな気はしますけども、これ確かに、はい、あ、いや、さすが。というわけで、よろしければぜひこの小ネタも含めて使ってみてください。はいはい、はい、今回の動画これは使えるんじゃないかという方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。またコメントなどでもこれどうしようかという悩み受けたまわっておりますので、どしどしご質問いただければと思います、はい、はい、今日の背景美塾の動画はこれでおしまい。最後までご覧いただいてありがとうございました。次回もまた見てくださいね。